球大会。牛の胸肉部門や鶏肉部門など全部で4つの部門に分かれ、味を競うもので、どの部門にも参加は自由。賞金は各部門40位まで、優勝は4000ドル、およそ40万円。40位でも100ドルの賞金が与えられる。いや、バーベキューは総数自慢です。いい各家のね。取れる最大限の努力をね、大会前にね、して、頑張りたいと思います。大会は10日後、2人は地元のバーベキュー専門店を訪れた。トロフィーがずらりと並ぶこちらのお店は、バーベキュー世界大会で優勝するほどの実績を持つ。世界大会だった。そんな名店で2人はオーナーに弟子にしてほしいとお願いをしてみた。すると、一言にバーベキューと言ってもそう簡単じゃないよ。お願いします。本当にもう本当にお願いします。お願いします。僕たちにお願いします。2人の情熱にオーナーのリッチさんは、店の手伝いをしてくれるならという条件で、この店でバーベキューの勉強をすることを許してくれた。この後、リッチさんは2人を連れ厨房へ。そこで見たものは、あ、こうやってやんすか。直火では焼かず、このように釜で長時間燻製を作るように蒸し焼きにするのがアメリカのバーベキュー。いわゆる日本のバーベキューとは違う。これは実際に大会で使う肉だ。硬くて見た目も悪いが、焼き方一つで全く味が変わる。大会でいい成績を残したいなら、まずはこの肉をうまく焼けないとダメだ。分かったかい？さらに、バーベキューの命はソースだ。うまく焼けてもソースがまずかったら、せっかくの肉が台無しになってしまう。残念だが、うちの秘伝のソースは教えられないから、覚悟しておいてくれよ。原くんと阿部くんの本格的なバーベキュー修行が始まった。朝から夕方まではお店の雑用、夜はリッチさんのお宅に出向き、肉の焼き方を練習した。おお、本格的になった。完全にやばい。これはマジうまそうだ。そしてリッチさんに試食をしてもらう。ダメだな。店のスタッフがやっていることをよく見て、明日もう一度来なさい。ごめんなさいね、うちの人バーベキューのことになると厳しいから。ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you very much。 翌日からも2人はお店の仕事をしながらバーベキューのノウハウを教わり、再びリッチさんに試食をお願いする。もう少しゆっくり焼いた方がいいな。頑張ります。今度こそ賞金を取りたい。その一心で2人は毎晩アメリカ式バーベキューに没頭した。料理って、まあ、全部が難しいね。そして修行開始から7日目。そんなに、まあまあだな。ようやくリッチさんからちょっぴりお褒めの言葉が。時間のない2人はその後難関のソース作りを開始。なんとか秘伝のソースに近づけようとケチャップを混ぜたりリンゴを加えたりといろいろ試すも、ソースっぽい。あ、固まってきた。そう簡単にはいかないようだという原君は、大会までリッチさんのお宅でソース作りをした。出来上がった醤油ベースのソースを恐る恐るリッチさんに試食してもらう。果たして、うまい。これはうまいね。原くんの作戦見事成功。これで大会への準備は整った。原くんと阿部くんは正午に始まる試食審査に出来たてを提出しようと、事前に12時間醤油で下味をつけた肉を持って早朝4時に会場入り。4部門全てにエントリーするため一気に蒸し焼きを開始した。試食審査開始1時間前、順調に肉は蒸し上がり、最後に醤油ベースの原ジャパン特製ソースをも
もう一度隅々まで塗り、牛の胸肉、豚のリブ、豚のランプ、鶏肉、4部門のバーベキューが無事完成。いやー、できましたねー。全部門の発表が終わるも、一度も名前を呼ばれなかった原ジャパン。言葉では頑張るとか真剣にやるとか言ってばっかりですけど、結果が全てなんで。また結果を出せなかった。厳しい現実を受け止めながら会場を後にしようとしたその時、最後に恒例の特別賞の発表です。今回我々は素晴らしいバーベキューと出会った。それは独特のソースで審査員を魅了した。おーおーおー、原ジャパン、カモーナ、オーケー、カモーナ。突然のことに状況を理解できない2人。東京ジャパンに盛大な拍手を。原ジャパン、ついに初賞金獲得。生100、お金ですよ、お金。100ドルとはいえ、ようやく手にした賞金に大興奮の2人。この後、原くんと阿部くんはお世話になったあの店へ。僕たちのために何もバーベキューのこと何も分かんないのに、一からね、親切に教えてもらって、で、そのおかげで僕らはこうやって、オールホックのおかげで賞取れたし、で初賞金にもつながったので、いやそんなに泣いたら私まで泣いちゃうわ。ハグでもされたいの？もうトロフィーなんですけど、もしよかったら自分たちじゃ自分たちから絶対取れなかったし、一緒に取ったものだと思って、まあ、フォールホックさんからしたら、ね、ちっちゃなトロフィーかもしれないですけど、僕たちの形見としてもしよかったら飾ってもらえたら。それはあなたたちの大切なものじゃない。でも僕たち1個、常に2人一緒いるんで、1つでも思い出すんで。いや、ウィスマン、常に見てみよう。思い出してもらえたら。OK、I accept. いいですよ。あ、Thank you。これでいつでも思い出せるわ。あ、ありがとうございます。最後にバーベキューの師匠、リッチさんから、お祝いの料理が振る舞われた。いただきます。いただきます。カレー。中には師匠特製のとびきり辛い祝福が入っていました。アメリカン情報、お前でもいいよ。うわ、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 うわ。原くん、阿部くん、初賞金獲得おめでとう。